皆さんこんにちはいつも動画を視聴いただきまして誠にありがとうございますさあいよいよ以前お伝えしてきたことが本格的に始まったのではないかと思います今回はですねまあガーファアメリカを代表するネット関係の会社が株価ついに高値をつけて下落トレンドに入ってきたんじゃないかなというふうに考えられると思います 今回も多くの内容を含んでおりますので特にフェイスブックやアマゾンのような個別銘柄についても詳しくお話をしてまいりたいと思いますちなみにアマゾンにつきましてお話を申し上げますとアマゾンはこの間株価の高値を2050ポイントでつけ2つ山をつけてですね さらに上昇トレンドが崩れてきてますので、えー、いよいよ下落トレンドに入ったんじゃないかなというふうに考えられると思います。で目どとしましては最高値の2050ドルこれの2割下がった8掛けになった1640ドルを下回ると完全に下落トレンドそれも全ての株式が下落トレンドに入ったということになると思います。 是非それが近づいておりますのでしっかりと皆さんの資産を防衛をしていただけるといいんじゃないでしょうか是非本編の方をご覧いただけるとありがたいと思いますどうぞ引き続きよろしくお願いいたします